Ha. お助けください。動くな。
ありがとうございます。行け、達者でな。待たせてしまったな。あなたがいなければどうなってたことか。安全なところへ。抜かるでないぞ。少し前まで平和でいいところだったのに。お侍様が手を結ぶような相手じゃないじゃない。
ないか。お侍様も野党も変わり者だって言いたいわけ？間違ってるって言いたいの。でも私たちのために戦ってるんだろ。いやしい人殺しとおかしなお侍様の好きにさせてごらん。村が焼かれてもおかしくないよ。何を見てるんだい。すでに焼かれてるじゃないか。そのお二人は私たちの味方だよ。俺が志村様ならさっさと船で本土に渡って対馬のことを忘れるな。弟から聞いたけど酒を飲みすぎて死んだ猛虎兵がいるらしい。信じられないよ。同じような死に方をした人が。この石この謎には鬼の魂が封じられ常しえの時を過ごしていると聞いたわけがある。まだ生きてる。それで十分。
お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは得心がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。何があろうと私は決して武器を取ることはない。御仏よ、志村様と酒井様をお守りください。この行いは必ず苦しみとなってその身に戻ってくるはずだ。よし、ノブ。ジン。ユナ。まさかここでお主と会うとは。来るつもりじゃなかったさ。誰がやった？蒙古の百戸長アルタ。大綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して、手向かったり逃げようとした者がいれば血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放ってはおけない。そやつを助け、アルタに引導を渡すぞ。
宿はこっちだよ。友とは一っていう私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。戦の後には会ったか。いや、何年も無沙汰さ。まずは物見だ。ここからよく見えそうだ。あの男に中の様子を聞くぞ。早くしないと兵が戻るよ。侍？何の御用で？助けに参った。来てはダメです。見つかってしまう。位置を探してる。宿の世話人だ。知っておるか。誰か来てくれ。大変だ。来るぞ。ユナ、イチ、生きてたんだ。何用なのさ。助けに来たんだよ。私を死なす気かい。せっかく猛子どもを酔い潰したってのに、こんなことアルタンの耳に入ったらどうなると思ってる。まさか奴らに仕えてるの。死にたくないんだ。どうして戦わないのさ。私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。イチ、アルタンから守ってやる。居場所はわかるか。誰にも知られてないんだ。あいつの手下にさえ。でも打つ手がないわけじゃない。モーセ、奴の懐刀を探しな。言いなりになってる島の人売りさ。見せしめに殺してやればアルタンが出てくるかもね。人売りだと？ユナに聞きな。よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうとユナの気持ちも汲め。今さら遅すぎるよ。
何か分かった。一曰くアルタンを巣から出すには焚きつければいいそうだ。クロードなら苦もない。何をすれば。アルタンの腹心を狙う島の人売りだ。マムシの兄弟知っておるのだろう。一から聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしておるぞ。そうしよう。また後で。